あ、もう黒、真っ黒。塗ったら分かるじゃないですか。はい、どうぞ。平野、小田平野、ほのぼのチャレンジ、はい、ということで今回は私のお家にある棚を DIY したいと思います。お、DIY っていうのはまた一から作るんですか？もうやりません。さすがにちょっともうやりません。ニトリで数年前に買ったちょっと味気のない棚があるので、かっこよく色を塗っていこうかなと思ってます。いいですね。超超簡単 DIY です。頑張りましょう。はい、前回の反省を生かしながらやっていきましょう。はい、ではどうぞどうぞ。裏も塗ってきます。あ、なんかムラがすごい。今回のこの塗料はレースリーはロースウッドです。現場のやつを持ってきたけど、多分パンツとかに持ってます。こういう小口のところ、こういう切った断面のところは色が入りやすいので、布に塗料をこうやって染み込ませて、このところ、あ、こうやって筆じゃなくてこうやって布でこうやってやるとムラなく綺麗に入ります。ポイントです。はい、塗れました。これちょっと私がいつも家で使ってるやつなので、なんか油とか跳ねてちょっとムラムラですけど、味ということでこんな感じです。次はこれ、ここの棚の横の部分塗っていきます。でこれちょっとあのアイアンみたいな感じにしたくって、いろいろ調べたんですけど、これカインズで買ってきたアイアンペイント、ブラック、これなんかちょっとラメみたいなやつが塗料に入ってるらしくて、木に塗るとアイアンみたいに仕上がるらしい。でこれはハケじゃなくてスポンジ使って塗ってきます。ってことで塗ってきます。
キラキラ。あ、もう黒、真っ黒。塗ったらわかるじゃないですか。ちょっとラメみたいなのが入ってるの。見てください。いや難しいな、中に入れるのが難しいな。でなんか一度塗りじゃなくて2回塗った方がいいらしい。1回塗って乾かして、はい、でもう1回塗ったら木目が見えなくなるって。最初は普通のね、なんかちょっとじゃあ僕もやってみます。アイアンっぽくなるんだ。はけるって言った方が早いんじゃない。心の声がダダ漏れなんだけど、超ダダ漏れなんだけど、いつも野田さん出てきました。はけだとべっちょりなったりするのかな。塗りすぎた感じがする。塗りすぎぐらいがね、多分いいですか。スポンジでやるのが正解なんですか。正解なのかどうかわかんないけど、はい、なんか調べたらね、スポンジでやった方がいいとか。多分質感が出るんだと思う。こういうさ、なんかちょっとザラザラって。はい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 。ほら悔しい、なんか悔しい。ほら見て、あいつちょっと悔しい、やめてやめてやめて。今日もね、ベタ塗りだわ。いやいや、でも2回塗るんで大丈夫ですよ。そう、2回塗るんで。いいですね。ね、これいくらぐらいなんですか。忘れたって。一番大事なとこじゃないですか。最初に言ったじゃん、忘れちゃった。何だっけな、マジで忘れちゃった。緑だから絶対高くなる。あ、緑なんですね。そうそう、穴は割り箸突っ込んで中埋めてきます。いい感じですよね。何してるか全然わかんない。こうやって見ると木にも見えないですね。画面越すと本当に。ね、あとあんま木目が目立たないですね。ちょっと置いちゃったら行きます。いいじゃん。あ、どうですか。あ、もうなんか木のところが全然ないからね、うん、いい感じ。では休憩して乾いたので組み立てていきます。元に戻します。全部一緒か。全部一緒ですか。一緒ね。あ、でもここが全部一緒ですね、はい。斜めになってる、斜めになってる、斜めだ。あ、ちょっと待って、はい、戻そう。これちょっとでも切れてますよね。こんなもんですか。逆こっち、はい、あ、違うんだろう。でも、あ、合ってるはず。危なかったですね。また同じ方向につけるところでしたね。危ない。他のやつもそれでいいんですよね。うん、絶対ね、横の方がいい。横の方がいいですか。立ちだとあれだ。
どうですか？なるほど。最後だよ。よし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 。まあ最後なんでスムーズに。一番スムーズに。だいぶ時間かかったよ、最後。いや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 、ね、5分ぐらいかかった。いや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 もう1回できたのテンションになったけど、1回砕けたもんね。もう何回か止めてるもんね。内緒にしてくださいよ。よし、はい、お、できたんじゃない。できましたすごい良い良いですね。これ良い今日は見たいですね。ね、感じかっこよくなった。これ私の部屋も、うわ、かっこいいですね。いいじゃん。いいですね。え、絶対塗った方が良かったじゃん。めっちゃいいですね。ありがとうございます。行きました。イエーイ、できた。めっちゃいい。めちゃめちゃいいですね。かっこよくなった。ビフォーアフターめっちゃ楽しみです。いいね。これは私の部屋がかっこよくなります。ということで、今日は塗るだけの超簡単 DIY でした。皆さんもぜひめちゃくちゃ簡単なのでやってみてください。もし、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。では次の動画で、バイバーイ。バイバーイ。